ペダルがついていてモーターを搭載した電動自転車には次の2つがあります。ペダルを漕がないと走りませんが、免許の必要がなく普通の自転車と同じように乗れる電動アシスト自転車と、ペダルを漕がなくても走るフル電動自転車もありますが、今の法律ではバイク扱いとなって取り締まりの対象になる場合があります。ここでは電動アシスト自転車についてお話します。電動アシスト自転車は1993年にヤマハが初めて作りました。一時は20近くあったメーカーも今では4つで市場のほとんどを占めます。中でもヤマハとブリヂストンは部品を供給し合う関係にあって、実質的には同じものとなっています。そして各メーカーには次のような特徴があります。ヤマハとブリヂストンは制御が細かくスムーズで必要な時には力強く、パナソニックはライバル車よりも大きなバッテリーを積んで走行距離が長く、そして山陽は走行中に充電するシステムと力強い走りを特徴とします。人力に対するモーターの力の比率をアシスト比と言います。これが2008年12月に基準が改正され、今までの1対1から2対1まで認められるようになりました。モーターの力が2倍になったわけではありません。新基準に対応しててもモデルによってアシスト比は異なります。ヤマハとブリヂストンではその度合いをアシストレベルとして星の数で表しています。最大アシスト比は変えられませんが、ユーザーが走行条件に合わせて自由にアシスト量を選べるようにしたのがアシスト走行モードです。普通は3モード用意され、アシスト量が増えるに従って走行距離は短くなります。では走行距離はどうやって測ってるんでしょう。昨年まではこのような業界統一のパターンを走行してその結果を表示してました。今年からは実際の使われ方に近いより厳しい条件になったので、表示距離は従来より大幅に少なくなっています。ところで勾配 3.5% の坂ってどんな坂なんでしょう。皆さんご存知の箱根駅伝、宮の下から箱根峠までの平均勾配が約 3.5% です。では 7% とはどんな坂でしょう。日光いろは坂の平均勾配は 4.2%、 最大で 8% です。ちなみに運転免許試験場の坂道発進のコースは 10% です。バッテリーがなくなると家庭電源で充電するわけですが、一部のモデルには下り坂やブレーキをかけた時など充電するものもありますが、あくまでも補助的なものであり、家庭電源を使った充電は必ず必要です。これらのモデルは同じように見えますが、その価格は大きく違っています。それはなぜでしょう。その最も大きな要因はバッテリーの容量です。バッテリーは最も高い部品の一つで走行距離を大きく左右します。またバッテリーの寿命は充電回数に最も大きく左右されるので、充電回数が少なくて済む容量の大きなバッテリーの方が長持ちします。一般的には充電回数300から500回ぐらいで新車の時に走れた走行距離の半分程度になり、メーカーではこれを寿命と言っています。パス・リチウムシリーズの場合、新車の時これだけ走れた走行距離が充電回数450回でリチウム D を除き約半分になります。それを走行距離に換算するとこうなって、走行 1km あたりの費用に換算するとリチウム D の経済性がトップクラスであることがわかります。これは寿命が2倍に伸びた最新のリチウムイオンバッテリーを使用しているからです。よく電動自転車は重いと言われますが、今は 23kg 前後です。初代のヤマハパスが 31kg あったことを考えると大幅に軽くなってます。バッテリーの充電時間も10時間から最短 1.5 時間、価格も15万円近くしていたものが約半分の8万円台で買えるようになりました。そして今後もより軽く、より長く走れ、より寿命の長いバッテリーを搭載した電動アシスト自転車が登場してくると思います。地球に優しく経済的で健康にも良い電動アシスト自転車、あなたも乗ってみませんか？